ただいまより5月9日第一競争においてみんなのヒーロー号に騎乗し見事地方通算3500勝を達成いたしました村上忍騎手のお祝いセレモニーを行います。はじめに村上騎手へ花束の贈呈でございます。本日は村上騎手の娘さんがお祝いに駆けつけてくださいました。せっかくの機会ですからね、娘さんからの花束そして一言添えていただければなと思います。カノンさんとミユさんです。それでは一言まずお願いできますか。おめでとう。はい、おめでとうございます。花束の贈呈でございます。カノンさん、ミユさん、ありがとうございました。それでは村上忍騎手よりお話を伺いたいと思います。まずは3500勝達成ということで、おめでとうございます。率直なお気持ちを聞かせていただけますでしょうか。はい、どうもありがとうございます。3500という数字はね、本当乗り始めた頃は想像もつかない数字で、本当ここまで勝たせていただいて本当ありがたいです。今娘さんから、一言いただきました。そして花束といただきましたけど、ちょっとね目尻が下がったかなと思いましたが、いただいた気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ子供たちも大きくなったなと思います。このね3500勝、まあ先週の1レース大きな差をつけての勝利ということでしたが、節目のこの勝利、意識はしていらっしゃったんでしょうか。話では聞いてあと一つだっていうのは聞いてましたので、そしてこのみんなのヒーローという馬はすごく素質の期待のかかってる馬でしたし、ぜひ勝たせてあげたいなと思ってましたので、ほっとしてます。この3500勝という数字、もう素晴らしい勝利数だと思いますけど、ご自身で改めて振り返ってみてどのように感じていますか。そうですね、まあ3500勝たせていただいたのは素直に嬉しいんですけども、やっぱりその中でもやっぱり勝てなかった悔しいレースもたくさんあるので、そういうレースをね今後は一つでも減らしていけるようにやっていければいいかなと思ってます。それではこれからの目標っていうのを教えていただけますでしょうか。そうですね、レース乗せていただいている以上はね、やっぱり常に勝ちを意識して一つでも多く3600、3700といけるようにしっかり乗っていきたいと思います。それでは最後に村上騎手のファンの皆さん、そして岩手競馬のファンの皆さんへメッセージお願いできますでしょうか。はい、いつも岩手競馬をご支援いただきありがとうございます。今回3500という節目の記録を達成することができました。これからはね、もっともっと一つでも多く勝てるように、そして皆さんにご声援いただけるような競馬をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。村上騎手の今後の活躍期待しております。今一度大きな拍手皆様お願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして村上忍騎手の地方通算3500勝達成セレモニー終了いたします。お集まりの皆様どうもありがとうございました。